グランドカナリアです。非常に美しいところです。自然が本当に美しいところです。ですから、この美しい自然にですね、溶け込んでですね、三線の方を僕は解説したいと思います。三線の方はですね、日本で古くから、もう本当に古い古い、もう2000年も、いや、もっと前からも持っていません。自然に発生した、形です。三線の方、三つの心の方の楽譜ですけれども、このカナリアアイランドであったですね、風鈴で、三線の方を解説していきたいと思います。三線の方、まず一番初めにですね、地の方というのがあります。地の方、このカナリの地の方ですね、それをまず初めに自然に構えます。ナチュラルに構えています。ナチュラルの状態からですね、左の方へ向いた時ですね、自然にサインを送るわけですね。地、水、火、風、空。地、水、火、風、空。自然に溶け込むわけです、この構えはですね。それと同時にですね、手で出すよりも膝、あるいは腰ですね、あるいは背骨を利用して自然に風に吹かれるようにですね、その時こちらの左の手もですね、地頭に帰るわけです。この突き出す方はですね、地、水、火、風、空、水と地と風ですね。この3つの力をですね、パワーにするわけです。その動きをちょっとやってもらいました。はい、するわけですね。目標、これでもっていろいろと目標をこう作るわけですね。 OK、 なんだっけ、 OK。 本来打つ時には自然に相手の目を結局ここへ持ってさせますね。ここへ目を、ほら、こう持って、わかりますか、相手の目をここへ持ってきておいてください。パッと、これでも、ほら、それ自然に、それでこれで終わらないんです。これでパッとそのまま入って、ほら、変化していくわけですね。アンダースタン？ほら、センキュー、グラッシュ。ナチュラル。ほら、この下へ持っていきます。ダウン。はい、目がここへ下がります。これからずっとこう、背骨を動かします。パッとこう。これはね、すべて、自然にですね、これは自然に動くように、初めから最後まで、ね、All moving naturally。 これ、so important。 ほら、自然に、ほら、この勢いでね、もう All 自然に、このままで、こういき、ほら、あとは、こう変化して OK、 よっ、あ、うな、どうす、今度どうす、こうやったら、ほら、こういう風にですね、同じ動作の中にですね、いろいろな自然に乗った、やはりこれももう自然に動きます。今度自然にこう動いてますね。自然に動いてて、これでこう入っていくわけですね。うの、ほら、自然にこれを利用するわけですね。これでガッと逃げればこれで入っていく。うのって、あとこれで、はい、ネクスタイルね、後ろへ隠しますね。セイムです。この手こう入ります。これでもロングロング、ほら、これで入ってきますね。あるいはですね、今度はこのまま出て、これでパッと入ってきますね。ほら、あとすぐに入るわけです。こういう風に、三振の方、はい、これもですね、手でこうまっすぐやってるようですけどもね、
この肩の関節をですね、まっすぐじゃなくてこれが回っているわけです。肩の関節がですね、ですからこれがまっすぐ行っているので肩の関節が回っているということを忘れないでくださいね。あとはこう肘で使ってこうね、ここからこれじゃないんです。打つときにこう使うわけと構えになるわけですね。自然の構えになってくるわけですね。あれ、はい、こういきます。アタックカムヒア、こういうふうに、ほら、こういうふうに、変化の中に、結局隙がないようにするわけですね。それでもって今度こっち行くわけです。それで、こういうふうに自然の中に、結局守りとですね、攻撃が一つになるわけです。はい、これをちょっと、ほら、ゆっ、二人、ゆ、はい、OK、ゆ、OK、うの、どす、それ、ほら、ワンスモー、 OK、ベリグー、ベリグー、バス、ワンスモーアゲン、ゆっ、ワンスモー、はい、はい、うの、上段受けね、わかりますね。上段受けと同じような感覚で膝を使う、ストロングです。わかりますね。はい、そのまま足で投げるね。足の変化で投げる、自然でしょ。ね、これが大事ですね。棒だけじゃない。棒と体とが一緒に自然に動くようにすることです。これが三振の動きです。ワンスマーゲン。はい、この時皆さん大事なことはね、この時大事なこと何でもないよ。だけどもね、はい、こういきますね。はい、打ってきますって、この時膝でもってね、膝でもってこれにあとバントするんです。バントするように、よくるんじゃなくてバント、ベースボールセームね、バントと同じです、ね、それでこっちで殴ろうと思わないね。あとはこっちこう行ってもいいね。ほら、ワンスモー、あるいはこっち行ってもいいね。足で殴る、棒で殴るはない。ほら、棒と体とか一つになって相手を攻撃する、あるいはガードする。これが自然になるようにね、皆さんね、 OK、 よく稽古してください。 Understand? OK、 ナチュラルムービング、ナチュラルアタック、 OK、 ナチュラルヘルスディティングね、セームね、ほら、セームね、ニューパンチ、 OK、 セーム、ほら、OK、 セーム、ほら、ほら、よく、イエス、イエス、ほら、アンダースタン、ワンスモー、 OK、 よく、これが大事ですね。こういうふうに、ほら、自然に動くんですね。そして自然に動いて相手の刀を取ったり、あるいは相手の刀を弾いたりするわけです。こういうふうに、ほら、アンダースタン、今度こっち、ほら、オッケー、オッケー、ディスルック、ほら、OK、 ほら、はい、これで避けますね。その時はこう体で返す、ね、OK、 手首で返す、足と体で返していくことがとっても大事ですね。ほら、 OK、 はい、また来ますね。はい、こういう風にね、返していくわけですね。そうするとこれでも取っていけるほら、わかりますね。これは冒険ですけどもね、本当の刀だとまた動きが違ってきます。はい、オーライ、オッケー、次ね、オッケー、今度相手がついてきますね。今最新の方の初めのついてきますね。はいはい、ノーノー、その時に避けることが大事ですね。下から来ます。こういくことが大事ですね。
ほら、この避け方も自然にまた変わってくるわけです。こう、ね、こう来ますから、ね、下からこう向こうに持ってくるわけですね。はい、こう持ってくるわけです。それでこう、ほら、ずっと自然な動きでね、こういうふうに攻撃していくわけですね。アンダースタン？はい。ワンスマーゲン。で、今度こうなると、今度こうなると。はい。今度こう。はい。はい。いや、上げる。ほら。パンチしますね。こう上げる。ほら。上げます。で、こう持ってきます。はい。はい、ほら。はい。こう持ってきます。こう持ってきます。あと、それで。そうすると一つの投げ技がまたできるわけですね。はい、はい、OK、 OK、 ほら、パッ、 OK、 ほらほら、ルック、 OK、 リターン、ルック、はい、いや、ほら、セン、パッ、 OK、 OK、ムーブン、うの、上げるね、あるいは取るね、向こうもつでこれでいきます、これはキャッチでも OK、 何度ノイスケープほら OK、 ジス OK、 ワン、ツー、ほら、スリー OK、 ほら、自然に、これも OK、 ほら、これでもいい、今度こう逆、この方はですね、古くはね、腕力とかですね、組打ちとかでね、昔は本当にパワーで戦った時代がありました。その経験がですね、非常に、今度自然になってくるわけです、その動きね、武道の始まりって言っていいでしょうかね、そういう動きの一つの人類学に似た動きの血の型です。はい、ネクストね、ほら、イズアタックね、ほら、三振、はい、セーフ、ほら、さあ、オッケー、おっ、ほら、ナチュラル、ノースウェイン、そう、インパータント、何も考えない、自然に動くことですね、これがとっても大事です、もう何も考えないことね、大事なところをね、彼が自然に攻撃してきます、自然に鍵なく、自然に、ほら、マンスボール、自然に、ほら、自然パワー、はい、ほら、これが大事ですね、あと蹴るんだったら、はい、今度これと一緒に歩くことができる、ウォー、そうすると蹴れるね、自然に、はい、ウナドスパッ、オールパワー、歩くことが大事ですね、ただ止まってこれ投げるんじゃない、ね、歩きながらこうやっていってパッ、だから非常に効くわけですね。同じようにね、三振の方今まで形だけしかやってませんけど、スローでいきましょうね、はい、ウナドスこういきます、オッケー、わかりますか？アンスモアゲン。はい。オーラ。オッケー。ナチュラルに動くことがとっても大事ですね。はい、オーラ。これが大事ね。オーラ。はい。ほら、最後まで風で押していくようにね、自然に押していくわけですね、これがとっても大事ですよ、ほらいやおう、おう、ね、これで OK、 ノー、持たないでこういうふうに決めていくわけですね、自然に決めていくわけです、ほら、ブレイク、ムービング、オッケー、すべて自然に逆でも何でもするわけですね、体と自然と一緒になること、
セイム、セイム、セイムね。はい。僕がこっち来たときに、骨底を蹴るわけです。ほら、これがとっても大事ですね。こう、ノーズ、同じところ。バン、相手よ。同じところを蹴ればいいんです。ほら、自分でトレーニングするときですね、もうこう自然にいてこれを見て、バッッ、これを自分の手を蹴るように蹴りますとね、相手のポイントにダブルショックを与えるわけですね。その練習、オール、オール、オッケー。ウノ、ドス、オッケー。ここを蹴るようにね、当てました。当てましたね。こう、この時ポイントは足がもう蹴るようなこの膝になってなくてダメですよ。当てた時にそれでもっても蹴るように蹴られるようになって、それでこれ OK。 ほら蹴っても大丈夫。こういうそのバランスがまた大事になってくるわけです。バランスを崩してはいけません、ね、はい、それの練習してください。 OK。 キープバランス every time。ほら、オッケー、あほら、はい、ワンスタイル、カムヒュー、俺カムヒュー、ほら、オッケー、こっち、オッケー、ほら、オール大切ですね、オッケー、トレーニング。大きい人や小さい人によってやっぱりデンサーさんが変わってきますからね。いろいろな方とね、トレーニングして、いろいろな人と、大きい人小さい人といろいろね、変えて、そしてデスタンスの勉強するんです。これから大事なことはですね、大きい人小さい人と変えるのはデスタンスの勉強ですね。デスタンスが一番何つっても武道では一番大事なことですから、自然にデスタンスがですね身についてくるようにトレーニング、自然の動きね、徐々にまた自然が変わってきます。はい、相手からやってきます。はい、殴ります。で、同じく蹴ります。すぐにこのまま表逆で取れますね。はい、オーライ、セイムね。はい、行きます。オーライ、蹴ります。はい、そのこっちを取ります。自然にこれ、自然にこういう風に左右の表逆を取る練習を、オーライ、取ってきながら、オッケー、伸ばします。顔に持ってきますね。オーライ、それでこれで持っていくと自然にノーパワーで倒れるね。オーライ、こういう変化の自然、変化の自然も知ってくださいね。わかりますか、この変化の自然。 OK、虚実ナチュラル、ほら、ね、これも三振の方の一つの流れです。はい、勉強してください。ほら、OK、プレーン、ワンスモー、ネクスト、ネクストテクニックね、ナチュラルテクニック、OK。 OK、ベリグー、OK、ネクスト。OK、ベリグー、ほら、OK、ネクスト。OK、very good。 はい、next。 OK、next。 OK、next。Hola, OK, next。ほら、
All right, next. Okay. All right, next. いろんな自然なあの変化をですね、自分の体で覚えるんです。これがとても大事なことなんですね。それで僕たくさんやらせたわけです、ね、同じ技をやらなくていいんですよね。その時の状態に応じて自然に動く自然のアクションがとても大事なんです。もちろん心も自然に動くように、しなくちゃいけませんね。わかりましたか、ね、自然に動く。まず地の方ですね、今やりましたのがね。じゃあ、次に入ります。ほら、これで、まあ、血の方のフィーリングを皆さん掴んでくれたんじゃないかな、ね、自然なフィーリング、これが大事です。この次にはね、今ねみんなで水を飲んだとこなんですよね。そこでね、血水アガーの方、水の方をちょっとあのクドルさんにやっていただきましょう。じゃあ OK スタート。正面向いてください。この正面。向こう向いてね。ほら。OK。はい。今度は後ろを向いて。OK。はい、オーライ。こういうふうに四方を向いて自然にやりましょう。ね、どこから敵が来るか分かりません。ね、そのために四方を向いてやっていただきます。それから四方を向いたというクロスするということは十字の方、悪が来たらそれを、避けるあるいは倒すということで、四方の技を今見ていただきます。じゃあちょっと少しみんなでやってみよう。やはりこれは自然に、さっきの血の方の続きになりますね。相手が攻撃してきます。そうしましたらそれをまず避けるんですね。アタックしてくる線から避けるということが大事です、ね、避ける、okay? これは避けたという合図です。これを強く打つわけじゃありません。避けたという合図ですね。その次に相手のやっぱり首輪に向かって、打つんですね。伝承には何て書いてありますか。その時に、はい、永瀬君読んでみてください。立てるようにします。Okay? 相手がやってきますね。はい、避けます。これでこれでいきます、ね、やりましょうね。はい、相手が攻撃します。はい、避けます。避けます。それからこれでいきます。これから人を打つのはですね、こちらは上げません。このままでいくんです。パッ。はい、これで構えてます。相手がこれ避けます、ね、これが大事です。これ添えるようにします。 OK、 これ下から出します。こういうことほら、ね、上からいかない、自然に行くんですね。はい、避けないでね。これからこれで行きます。これのここでごまかすわけですね。これがカムフラージュになるのがこれ自然でしょ。でこれでいて、こういこう。ほら、忘れますね。はい、もう一回いきましょう。はい、これ、これ、これ。それでパーチオッケー。これを、避けられます。これで、ほら、原理的に言うと、こういう打ち方ですね。これが、水の方ですね。ね。はい、噴水のように、この、左手は出してる。なんでもないけどね。人の受けはなんでもないけどもね、はい、ここに避けていて、ね、避けていて、これをしてこう打つ。下から打つから渡らないね。ノールックね。これはもうどっちでもいい。こっちで持ってこう。こっち。ほら。下から。
と。あれさ、ね、そういうふうに、あの宇宙、ポイントが違ってくるわけね。これ抑えられるね。いくらでも抑えられる。落とされる。くるくるね。あれさ、これを行くときに足でね、こう、ほら、足で行くんだよ。これと同じようにするけども、足でバッ。ね、場合によってはですね、これでこう、よくない、行くときね、これはどうにでもなりますね。目つぶしです。こういこう。こうだ。アンダースタン？わかりますね。こういう、打ち方も、これも自然でしょ。相手が見えないところから。一つのランゲージです。はい、この練習をちょっとやってみてね。ワンスモ？ワンスモ？はい、ウノ。